どうも皆さん、こちら高橋です。まずは、新弓道禅の映像教材を購入いただきありがとうございました。今回も本当に多くの方が買っていただいて、ご支援いただいて、さらに、より質の高い情報を発信するためにね、皆さんのこのご支援を活用します。ただいまですね、私フルマラソンを走り終えてきました。はい、フルマラソンも走り終えて、これからですね、家に戻って、お仕事をやるわけなんですけども、今年最後を飾る最後の動画になります。今年最後は弓と禅の本質を言い表すたった一つのご質問という内容でお話したいと思います。皆さん真剣にちょっと考えていただきたいです。今から私がこのご質問をしますので、皆さん頭の中で考えてみてください。ではいきます。あなたにとって全盛期はいつですか？あなたにとって全盛期はいつになりますか？多分これを見てる人はこう考えるでしょう。全盛期は若い頃だった。まあ僕はもし20代とか10代の頃はいろいろ楽しかったし、もっとこういろいろとね、楽しむことができたというふうにお話しすると思うんですね。で、年をどんどん重ねて、まあこう年老いてきて、若い時の方が良かったって思うかもしれません。あるいは弓道において全盛期っていつですか？昇段審査で一番高い段を取った時ですか？大会で優勝した時ですか？高校時代で何も考えずにただただこう弓を引いていればなんとなく当たっていたあの時ですか？どうですか？私はこう答えます。私は今なんです。今一番弓道が楽しいですし、今が一番足も速く走れるし、今も一番、まあ、特に今年はそうだったんですけど、圧倒的に弓の引き方の知識も増えて、道具の知識も増えて、湯掛けの知識も圧倒的に増えました。あの難しい、もう一番難しい梅地健蘭先生の本ですら、もう自分の言葉で全部説明できるようになり、自分の射に取り入れたら本当に綺麗に引けて、で何より的中が上がっているってことなんですね。30キロの弓で今年も100本引きましたけども、強さも38キロが引けるようになり、42キロも手の届くところまで行き、そして的中も出てると。で、回もしっかり持ってると。で、それ以上に成果も出てる人もたくさんいると。私は今が一番充実してます。全盛期は今です。20代の頃よりもマラソンも速く走れるし、20代の頃よりも力強い射もできるし、いろんなことが理論的で説明できるようになりました。皆さんはどうですか？もし全盛期が、まあ、過去だって正直思っちゃう人、あるいは未来こういうのがあればもっと上に行けるのになっていうふうに思ったら、今すぐその思考を捨ててください。今に集中してください。じゃあ例えば弓道に例えるなら、矢の長さいっぱい引き続けて、今に集中して全力で引き続けて、大きく離して体を解放してください。その瞬間、今のあなたが一番充実し、全盛期がこれから前降りてきます。自分で引き込むことができます。どうか皆さん、弓で価値観を変えてください。弓で自分の普段の生活の感じ方、仕事の取り組み方、そして弓道の取り組み方、全てを変えてください。皆さんにこの弓と禅っていう世界を知ってもらいたい。それを知ってもらうためにもう準備をしております。来年どういうことをやろうかなっていうのももう紙に書いてます。何月にこれをやる、何月にこれやるってやってます。今からもその構想をしっかり考えるつもりです。そして常に今の自分を超えるために、さらに強い夢、10年後の自分を超えるために今の自分をもっと高めておく、そういう気持ちで夢を取り組んでおります。あなたにとって全盛期はいつですか？僕は今です。今なんです。皆さんもその一番の全盛期を過去にとらわれず、未来にいろいろ思いを馳せるんじゃなくて、今に集中してください。今ここの矢の引いている瞬間に全力で引いていってください。そして離してください。その時あなたの体の中から初めて弓と禅っていう観点が始まります。さあ弓と禅で稽古をやりましょう。Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with.